手押し車の番をさせていたのに、お前はあそこから銀貨を盗んだんだな。狩人は犬を殺しました。なんだこの話。全然笑えないじゃないか。これで笑う人の顔が見てみたいわね。笑える人の顔が見てみたいな。いたけど見えないんだぜ。悪趣味すぎるわね。こんな悪趣味な人は置いといて、他も調べてみようか。少しも面白くないぜ。古い新聞記事の切り抜きが挟まっている。どんな記事かしら？運河通日、なんとか区にて、誰々さん宅が全焼。焼け跡から、誰々さんと、その妻何菓子さんの遺体が発見された。悲惨な火事の切り抜きみたいだね。なんか関係あるのか？遺体には刺し傷があり、何者かが二人を殺害後、建物に火を放ったと見られている。ひどい事件ね。また、事件後、誰々さんの一人娘であるエレンちゃん、当時7歳が行方不明になっており、警察は。警察は？なんで大事なところで切り抜きが終わってるんだよ。まだ何もわからない状態だけど、エレンちゃんだけはわかったわ。なんかうつつだー。毎回突然すぎるんだぜ。鏡にはヒビが入っている。さっき階段を歩いてた子よね。あの青い髪の女の子がエレンちゃんだったりするのかな。くしゃくしゃに丸めた髪が置いてある。広げたままの動物図鑑、分厚い画集や図鑑、バラの花。他に調べられそうなところは？ん、なんか影がないか。言われてみたら確かに何かあるわね。壁の血痕は気にしないんだ。見えない何者かがいる。こいつも即死攻撃してくるんじゃないか。ああ、本の整理がうまくいかないや。何か縛るもの、ないかな。ロープ的なものが欲しいみたいね。渡しても大丈夫かな。コックの剣もあるし、ちょっと怖いよな。ちなみに渡せそうなものって持ってたかな。何も持ってないわよ。普通に渡したら首を絞められそうだぜ。でも手がかりがないから探すしかなさそうだね。何が起こるかわからないし、セーブはこまめにするわよ。一瞬で死んじゃうもんな。それじゃあ別の部屋も調べてみようか。鍵がかかっている。ドアに何か書いてある。蝶を救え。蝶を救え？もしかしたら蝶かもしれないね。お腹が痛いのか？普通に考えたら蝶でしょ。他のところも調べてみようか。この部屋はなんだ？ほら、蝶がいるわよ。ガラスケースに、青い羽の蝶の模型が入っている。この蝶の模型を救うのかな？ガラスケースは頑丈で、外れそうにない。まだダメなのか。やることは。え？何の音？ガラスケースに人間の頭部のようなものが入っている。ガラスはひび割れている。さっきはひびなんてなかったよな。もしかして、出ようとしてる？いや、頭だけが動くなんて。ないとは言えないわよ。毛糸でじゃれる白猫の絵が飾られている。猫がよく登場するなぁ。この子まで襲ってきたら気が狂いそうね。この毛糸をもらえたりしないのかな？いくらなんでも無理そうだな。汚い紙切れが入っている。読むわよ。縛るものは、樽の中。樽の中？樽なんてあったか？この先に置いてあったりするのかしら？とにかく進んでみよう。日傘を差す女性の絵。また本棚があるぞ。小さな本棚がある。一冊抜けている。これはわかりやすいわね。どこかで本を手に入れて、ここに入れるってことだろうね。急にやることが増えたな。蝶を救って、縛るものを持ってきて、本を入れる。やることはわかったけど、何も見つかってないね。一つずつ解決していくしかないな。この部屋もまだ何もできないみたいね。あとはこのケースだね。ガラスケースに、昆虫の模型が並んでいる。ただのコレクションみたいだな。樽が一回も登場してないわね。まだ見てない部屋に置いてあるのかな。多分見落としてないから、そこにあると思うぜ。え、どこに行くのかしら？最後の部屋ってどっちだっけ？ボコニャン。記憶が、さっさと入るわよ。今までと雰囲気が違うね。あ、蝶がいるわよ。これを助けるのか？蜘蛛の巣に蝶が引っかかっている。取れるのかしら？蝶を手に入れた。蝶を救えたね。この調子で樽も調べようぜ。え、この中の一つが当たりってこと？片っ端から調べるしかないね。樽の中にロープが入っている。あった。ロープを手に入れた。一気に二つも解決しちゃったわね。思ったよりも簡単だな。謎解きがわかりやすいね。蜘蛛の巣が張ったボロボロの棚。何も入っていない？何も入っていない？あんなところに張り紙があるわね。ちょっと見てみようか。蜘蛛は目が悪い。色まではわからないだろう。そういえば、蜘蛛はどこに行ったんだ？確かに見てないわね。もしかして、やっちゃった？とりあえず調べてみようぜ。そうだね。ピクピクと動いている蝶、弱ってはいるがまだ生きている。
滑らかな手触りのロープ。服も悪すみたいだし、さっさと出た方が良さそうね。気味が悪いしな。開かない。え、開かない。あ、留守じゃなかった。久しぶりに死んだな。そりゃ獲物を取ったら怒られるわよね。蝶に触るのはもう少し待った方が良さそうだね。雲は目が悪いって書いてあったし、模型の蝶と入れ替えるのか。とりあえず今はロープだけにした方がいいわね。一口で人間の頭を食べるような雲が、あの蝶だけで満足するのかな。きっとすごい栄養があるのよ。ロープを手に入れた。弱ってるのに放置はかわいそうだけど、後で助けるからもう少し待ってて。今回は普通に出られたわ。動いた？少し動いたような気がする。気がするじゃないよ。動くならそんな地味に動くなよ。どうせ何もしてこないんだし、ロープを渡しちゃうわよ。見えない何者かがいる。縛るもの、ないかな。本当に渡して大丈夫なのか？本を縛るだけなら大丈夫かな？あ、それくれるの？あげるわよ。ありがとう、これあげる。読む昔の本を手に入れた。なんで？お礼で渡す本としては最悪のチョイスね。すごいもの持ってるな。表紙は読んでも死なないようだ。でもちょっと気になるね。読まない方がいいぞ。多分コケ落としじゃないわよ。読むなって言われると読みたくなっちゃうよね。何してんだ。読めって言ってるようなものだったし。確かに気になるけど実行しちゃダメでしょ。結構戻されたんじゃないか。確かロープを取るところからだったよね。セーブももう少しこまめにしてほしいんだぜ。ところであれはどういう死に方なの？目をゴシゴシしたら死んだね。何が書いてあったらあんなことに。ロープを手に入れた。今度はちゃんと進めてよね。もうやらないよ。で、甲冑が地味に動くんだったな。音もちっちゃいし、もっとアグレッシブに動きなさいよね。それじゃあロープを渡すよ。あ、それくれるの？ありがとう、これあげる。何回でも言うけど、なんてものを渡すんだ。ロープを渡すと喋らなくなるし、これを一冊抜けていた本棚に入れるのね。動いてたね。確かに地味に動くなって言ったけど、もうちょっとアグレッシブに動けって言ったけど。なんかパッとしないな。